系であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルダウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。やるじゃねえか。よっと。追いつけねえよ。おら、ハーフ！この、こっちだ。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ、仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。お前の能力じゃ俺にわからない。
るな。やっ、セカンド。よっ、次だ。戦場では城、海上では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかける。一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。こちらの番だ。どけ。おし、はかる。ちょっと疲れたな。おし、はかる。このキャサリンが、この邪魔だ。まだだ。このモノ。
こちらの番だ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。グラグラの実の力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲み、海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにポートガス D エースの処刑を執行する。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。よっと大噴火大噴火大噴火絶対に逃がさねえ。よっと噴火この見てろ、魔法のピストル。マルコに助けられ、青生地の攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら力
救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。よっバズーカ飛べどこよっハッハッハッバズーカおしいねよっとおっとよっと一人で三大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ。しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。